JR 東海の211系が、なんと、引退を免れないことになりました。最近、徐々に廃車回送が進んでいる JR 東海の211系電車。しかしながら最近、なんとこの電車が、意外なことに、まだまだ使えることが判明したんですよね。今回はそんな211系の驚きの復活劇について、皆さんに紹介していきましょう。 それではまず211系の現状の様子についてお話ししていきます。211系電車は JR 東海では最近大体が進んでるんですよね。具体的には例えばですが中央線で活躍した平成がどんどん引退していますね。その理由としては315系の導入が絡んでいます。315系電車が徐々に導入が進んでおり、これに伴い古い電車が交換されてくるんですよ。 その一環として211系電車が今回引退しているかなーって感じです。やはり211系電車は製造化は結構年数経過してるっちゃしてますね。だいたい30年前後経過してる感じでした。まあ、結構30年くらいって言ったらまだ使いそうな会社はありますが、ただ JR 東海としては、やはり国鉄設計ってこともあって古いこともあってか、引退することにした感じですね。やはり315系に比べても結構、設備的に音のところも多く、 なんならトイレが付いたっていうのは結構大きい特徴でしょうか。21地系電車。確か JR 東海時代に製造された編成はトイレを基本的に集約しており、実際やっぱりトイレなしっていうのも大きい特徴でしたね。ただトイレがないとは言っても、熱海から結構遠くの方まで行く普通運用につくとか、まあなんだかんだ言って意外と長い運用に全然普通に使われてましたね。まあそういったところはあって、結構意外と18キッパーを中心に なんか211系トイレがついてないのに、長距離運用ばっかついていて、あまり良くないんじゃないかっていうふうな意見もありますね。まあ、実際211系電車はこんな感じで結構、一時期あまり評判が良くなかったこともあった記憶ありますが、やはり結構製造が経過してるからでしょうか。車両も古くなってる印象でした。そのため、211系電車って、ま、さすがにもう製造から結構経過してるし、置き換えようって感じでしょうかね。実際、 同時期移設された電車が JR 東日本もあるんですが、昔は JR 東日本も交換する予車でした。実際この211系列車って実は E233 系を使って交換しようとかそういう話もありましてね。まあその当時は JR 東日本なんか E235 系を京浜東北線導入し E233 系を各線区に転用して古い電車を交換していくっていう手がありました。その際に高崎地区や長野地区の古い電車を交換することが示されており、 ここで活躍している電車は211系ですから、当然、こういった電車を E233 系に交換しようとかそういう話があったんですよ。これはまあ、JR 東海と同じで、同様に JR 東日本もやっぱ結構古いから交換しようっていう気持ちがあったのかもしれません。ただし、JR 東日本についてはちょっとこの方針を改めているそうで、211系電車は、まだまだ使われていくのが判明してます。というのも最近特に、これ大きいんですが、屋根の上の修繕があったんですよね。 もともとベンチレーターという換気扇があったんですが、これが撤去されて、屋根上の修繕工場されました。そもそも211系って製造当時から確か冷房がついていて、普通に換気装置がついてるのになぜか国鉄の電車がつけているベンチレーターも一緒についてることから、まあ正直言ってこのベンチレーターってそんなに意味がなかったりして、しかもなんかこれが屋根の劣化とかその機器類の劣化を進行させる要因ともなっていました。 ま、あそういったこともあって結構このベンチレーターを撤去し、2119をまだまだ使える状態に修繕しようとかそういう話があったんですよ。JR 東日本最近なんかやっぱこういった国鉄な電車をどんどん交換してますから、まだまだ残していくだっていうことに結構びっくりですが、まあ、こんな感じで JR 東日本はこの電車をキープすることにしましたね。ただ JR 東海どうかっていうと特にそういう動きはありません。普通になんか予定通り新車を導入しており、もうなんか容赦なくバンバン新車を導入していくっていう様子は変わらないですよ。 まあそうなるとなんか普通に313系とか315系がどんどん主力になっていき、結果的にこの211系はやっぱり予定通り、まもなく一体すであかっていうふうな雰囲気あるんですよね。しかしながら、この211系電車って、まだまだ全然疲れちゃ疲れですよね。一応 JR 東海簡易的ですが、リニューアル工事も実施してるんですよ。効果の大きさについては正直なんとも言いませんが、ただやっぱり、この電車の寿命を延長させることには、 繋がるかもしれません。確かドアチャイムの設置とか簡易的な補修とかされてる記憶があるんで、まあ使おうと思ったらまだまだ使えるかなっていう印象ですね。とはいえ j r 東海としてはもうこんな古い電車不要なんで引退させたいって気持ちが強いでしょう。特に高電車 VVVF でありません。そのため結構メンテナンスが大変なんですよね。やっぱ直流モーター車って結構メンテナンスをする際に苦労する点が多くて、いわゆる VVVF とかで使うような交流モーターに比べても、やっぱり JR 東海とかだと結構、負担が大きなデメリットは多いですよね。JR 東方についてはなんかまだまだ使わそうですが、とはいえやっぱり負担が大きいため、こういった直流モーターの古い電車は JR 東方でも順次到達してくるですよ。まあ、JR 東方の場合は2010年代ぐらいにもうリニアル工事を実施しており、まだ使えるから、仕方なく延命してる部分も結構ありますが、JR 東海についてはそこまで JR 東方ほどは内装の変更とかを実施しおらず、 ま、正直言ってこっちの方が早く引退しても、工事の内容とかを踏まえても正直おかしくないですよね。そのため JR 東日本と比べてもやっぱり JR 東海の211系は、ま、確かにやっぱり扱い的にも早く引退していく傾向はあるかもしれません。実際 E233 系導入計画が発表された頃も確か、普通に新しい電車を導入するのはちょっと後とかそんな感じでしたね。2027年とかそれ以降っていう記憶がありますが、 ま、そこからもわかるように、まだまだ211系って JR としては使っていこうっていう方針があるんですよ。ただ、とはいえ JR 東海道は順次引退が進んでおり、ちょっとなんか、そのままだと JR 東海の211系は完全に消えちゃうかって感じでしたね。しかしながらこの211系最近、まだまだ使われる可能性が浮上したですよ。なんなら近鉄の駅の中にも来るんじゃないかっていうぐらいちょっと面白いことが起きるんですよね。なんと、この211系電車が、 三義鉄道に、譲渡でしょうか売却でしょうかまあ、詳しい情報はまだ判明してませんが、なんか普通に転用されることが決定しました。なんでかというと、最近、富田駅に、なんとこの211系の回送電車がやってきて、しかもその富田駅から、いわゆる、三義鉄道の、機関車が連結をして、配給層車ですよね。しかもなんか営業運転を、 離脱アツ社と思われる211系たちがそういうふうなことをしてますから、これどう考えても211系これから、この三義鉄道で活躍するんじゃないかっていうふうに思われるんですよ。ではどういう211系が今回転用されたでしょうか ?SS 編成が今回転用されている印象ですね。これまで2編成と3編成の合計5編成がここに来ましたが、SS 編成が今回転用されており、みんな3両編成なんですよね。またこの SS 編成は静岡の方の電車で、 静岡地区には確か今年の夏か秋ぐらいから315系が直接営業運転を開始することが確定しています。これは JR 東海公式発表情報なんで、おそらく本当の情報なんですよね。となるとじゃあこの211系列車どうなるかって言ったら、やっぱり引退するわけなんですよ。そしてこの引退する際に合わせて、ちょうど代替車両が導入されるわけですから、結果としてはこの211系はこれからもしっかり活躍していけるってわけですね。 さらに三両平成という長さも、この三義鉄道とはちょうどいいんですよ。三義鉄道では現在西部の古い電車が活躍してますが、そのうちの大多数が確か三両平成で運転されてます。それと一緒の両数とてわけですから、要は輸送状況としても合致するんですよね。また、今現在確か五平成ほど三両平成の電車が活躍してますが、今回やってきたらもう五平成なんで、要するに古い電車が五平成やってきて、 お機会を進めていくんじゃないかっていう風に考えられます。ただしまだ2両編成については3編成残る格好なので、これも211系の GG 編成でしょうか例えばそういうのを使って交換していくのか、案外とここは古い列車を残していくのか結構注目ですね。ただとはいえ西部の古い列車って正直言うと製造から普通に50年近く経過してるんですよ。編成によるんですが結構この製造スパンっていうのはバラバラでなんなら結構 製造機械については70年代とかそういう編成もあるにはあるものの、まあ、実は西部の魔改造編成も多かったりして、編成の誕生する前ですね。要はこの三議鉄道に来る前の西部の中で実は一回改造されて、魔改造されてる編成があったりして、すごい結果的に元辿ると、めちゃめちゃ古い電車もあったりします。そう考えると、ま、正直言って、なかなかに古いというか多分2.1系とは比にならないぐらい古い上、 車体も相当劣化していることから、まあ、交換するのは妥当でしょうね。車両についても、サンドアっていう感じですし、ここの点も合致しますから、まあ、ちょうど使いやすいっていうのはあるでしょう。トイレがないのも実は使いやすかったりします。賛義テストの電車って確か、基本的トイレを持っておらず、トイレをもし持っていた場合、トイレを撤去したり、封鎖をしたり、あるいは、汚水処理施設を作って、いわゆるトイレの排泄物を対処する専用の設備が必要なんですよ。 ですが、この、三義鉄道のこの電車、もともとそういうのはないため、新しく設置する必要があって、やっぱりこれが負担なんですよね。しかしながら、2 1 1系 j r 東海時代では、まあ、ちょっと問題になったトイレなしが、逆にここでは使いやすいっていう印象で、まあ、これも受れた理由かもしれません。おまけに、一応この三義鉄道って確か、三重県とかそこら辺を走る鉄道会社ってこともあり、要するに、三義鉄道の会社としてもやっぱり JR 東海って近い会社なんですよね。 まあそういったこともあって今回この鉄道会社にやってきたんじゃないかなっていうふうに感じます。同じく古い西部の電車が活躍している伊豆箱根鉄道とかなんかそこら辺にも来るんじゃないかっていうふうに言われてましたが、一応今回まずは三義鉄道に来ることが決まりました。しかしながら個人的にこの三義鉄道に入るっていうのはなかなか面白いというふうに感じますね。三義鉄道というのは実を言うと近鉄富田駅に直接入ってくるんですよ。実は近鉄の 線路と並走して富田駅周辺を走るんですが、この近鉄富田駅に入線する際には、普通に近鉄と同じホームを共有して作ってるんですよね。なんなら書類上は確か一応近鉄の乗り入って扱いで、まあ線路は完全に別で独立はしてますが、なんかそんな感じでちょっと近鉄線内になんか実質的に21月が来るっていう光景が実現するんですよ。これはやっぱりちょっとびっくりですよね。ちなみに近鉄も結構古い列車が多く、 211系よりも、はるかに古い電車がいたりして、これはこれでまたカオスな印象ですね。皆さんは今回のこの32鉄道の211系上とか売却かはまだ確定しませんが、転用についてどう思うでしょうかもしよかったら意見とコメントに書いてくれると嬉しいです。このチャンネルでは、鉄道に関する情報を発信していきますので、興味があったらチャンネル登録してくれると嬉しいです。バイバーイ